メタリスト大悟さん何回か対談したこともありますし、なんか、ツイッターのタイムラインでは、メンタリストってなんで稼いでんの?みたいな、話があったりするんですけど、僕は知ってる限りだと、あの人は1日20冊ぐらい本を読んで、ね、猫を抱きながら、20冊ぐらい本を読みたくて、フォーク曲げを、練習して、100均で5万本、フォークを買ってきて、フォークをこう全然力を使ってなくて曲げられるようにしたところで、それで有名になって、で、メンタリストとして、他人のこう表情とかから、仕草とか表情とか話し方から、他人が何を思ってるのか、考えをこう想像して、それを当てるっていうゲームをやって、めっちゃ有名になって、お金稼いで、で、リーダーの会員とか、なんかすごいたくさんいて、それで、なんか家で悠々自適に、なんかこう、地の巨人になろうとしてる人っていう風なイメージがあるんですけど、なので、これ、今、完全に炎上してるのって、多分、メンタリスト大悟を炎上させたい人が、すげえ頑張って炎上させてる感じなんですよ。なので、なんか、こう、言い訳動画っていうか、その解説ど、こんな別に優勢思想じゃないんですよとか、なんかそういう動画も僕ちょっと見たんですけど、それはあんま関係ないんですよね。多分僕は去年餃子屋で炎上したのと同じで、構造は。その、真実なんか多分どうでもよくて、みんな、メンタリストダイブがなんか、こうホームレスを差別してるとか、生活保護とかホームレス、生活保護を受けてる人とかホームレスを差別する発言をした、こいつはとんでもねえやつだしねえ、みたいな感じのことをみんなやりたくてやってるだけなんですよね。だから、これおそらくですけど、メンタリスト大悟さんが解説をすればするほど炎上して、これそろそろ多分テレビとかが、ほら、僕も大悟さんもそうですけど、あんまり最近テレビ出ないじゃないですか。で、なんで出ないかっていうと、めちゃくちゃ効率が悪いんで出ないんですけど、それは多分大悟さんも同じなんだと思うんですけど、こうやって動画でお話をした方が、ちゃんと伝わるべき人には伝わるし、なんか、こう、なんとなく聞きたい人とかが、面白いテーマだったら、たくさん聞いてくれるんで、それでみんな YouTube とか、そういうので、こう、お話系、なんか時事ネタを解説したりとか、そういうのは全部こっちでやってるんだと思うんですよね。あれ、スタジオ行って、なんか収録してとか、めちゃくちゃ準備時間とか取られるし、大変なんですよね。なんで、でも、テレビに出ない、プロダクションに所属してないってなると、誰も擁護してくんないわけですよ。で、擁護してくんないと、多分、どっかのテレビ局が、お、大悟いじめられる、視聴率取れるってなって、ドーンって来るわけですよ。そうすると、多分、また今度は、週刊誌とかが、週刊文春とか新潮みたいなところが、あとなんか変なウェブメディアとかが、大悟の荒探しを、メンタリスト大悟の昔の荒探しをするんですよ。で、メンタリスト大悟さん、結構、その、荒探しをされると、嫌なネタとかもあるわけじゃないですか。もう、要は、すでにもう、一回消費されて、なんか、こう、消えてなくなったようなネタも、また掘り返すんですよ、あいつら。ムカつくことに。なんで、あんまり、こう、言い訳じゃないけど、騒ぎすぎると、多分、ダメな感じになる可能性が、あるんじゃないかなと思ってますけれども、